太子ご夫妻は名古屋大阪地方ご視察のため3月28日名古屋駅にご到着。妃殿下は初めてのご来見とあって沿道は歓迎の人波が続きます。ご夫妻は最初に熱田神宮へ向かわれました。参拝服に身を改められて拝殿へ。翌29日は名古屋市西区にある死体不自由児施設第一青い鳥学園をお見舞いになりました。養護施設にことのほか関心の深い妃殿下は熱心に保育訓練や回復訓練をご覧になりました。子どもたちに優しく声をかけられる皇太子殿下。続いて犬山市へ。ここでは明治村をご見学。王子の資料を興味深げにご覧になるご夫妻。こうして3日間にわたって尾張地方をご視察なさいました。